はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回はパワープロ2020栄冠ナイン、バントだけで全国制覇、続きをやっていきたいと思います。まあ、前回はですね、夏の甲子園大会、予選を勝ち進み、本大会の方でも強豪校、総合戦力 A の高校相手にですね、連戦連勝と順調に勝ち星を重ねてきているという状況です。今回はその続きになります。このままね、サクッと夏の甲子園大会制覇となればいいんですけどね。ちなみにですね、全員バントしかしないっていう状況なんですけども、果たしてこれでプロ入りする選手が出てくるのかなっていうのはね、すごく心配ですね。バントしかしてないけどってね、スカウトの人からは思われるんじゃないかなってね、少し心配ですが、ただそれでもそこそこまで落ちた学校の評価が今強豪校まで戻ってきましたからね、このままできれば名門校まで戻したい、そういう思いです。で、前回の動画の中でもお話したと思うんですけど、バントしかしない以上ですね、対戦相手に恵まれることで、あとは投手、さらにキャッチャーがね A、そういうところがね揃ってこないとなかなか勝てない。かつですね、やっぱり魔物がね使えるっていうのがすごく重要なんですけど、今回魔物が発動する可能性のある選手がね、今スタメンから外しましたこの笹田くんしかいないんですよね。なので、張り切り選手候補の中にこの笹田くんがいなかった場合は、笹田くんはスタメンから外して、代わりにですね、キャッチャー能力 A の島津くんに変えると。で、ここぞというところでですね、この笹田くんを送り込むというのをね考えています。ではこれで試合の方進めていきましょう。せっかくこの画面来たので、じゃあスターティングラインナップですね、ご紹介しましょうか。中井くん、総力100、基本的にみんな総力はね、S、人によってはもう100という数値にはなってきてます。この阿部くんなんかはね、もう打てるし、盗塁もね B あるしっていうところですね。で、中森くんは盗塁が A、足がとにかく速くて盗塁もできる選手ですね。新井くんはバント職人も持ってます。で、三浦くんは内野安打丸で、島津くんはもうご紹介しましたがキャッチャー能力 A ですね。島津くんなんかはね、この先のことを考えると、肩力をね上げていくというのもキャッチャーとしてね体制するには必要かもしれないですね。さあ、まずは今回の張り切り坊や新井くんなんですが、その前に相手の戦力分析見ましょう。また総合戦力 A か。総合戦力 A の高校と3連続ですね。ここは送りバント決めていきましょう。雨が降ってるな。これは一塁はセーフ。ただ点にはつながらなかったですね。ここもセーフティーバント決めていきましょう。よし、セーフ。エラーを誘いましたね。ここは早速スクイズを決めていきましょう。楽々セーフ。そうだ、せっかくなんで相手のね、選手、特にサードとキャッチャーの能力は見ましょう。キャッチャー室、肩力 A、守備力 A、 フィールディングも良さそうだな。神原くんは守備力も C ありますね。肩も B、 悪くないな。三塁手翔太くん、守備力 C、 肩力 A。いやー、総合戦力 A の高校になってくると、これくらいの力は、全体的に持ってますよね。いやー、セーフティースクイズにしとけばよかったな。セーフティーの方がね、ゲージが高かったんで、セーフティーを選びましたけど、ここは愚直に、あくまでも愚直に、スクイズを選択するべきだったかな。この判断がね、京都出なければいいなというところですね。結構な雨降ってるな。さあ、1点先制してくれてます。80球超えましたので、ものすごく励ますを使って、
まあ、ここはどうしても点取られたくないので、盛り上げるも使っちゃいましょう。その上で、まあ、ゲッツーとかはあまり期待できないので、三振がね、取れたらいいなと。あるいは、内野フライですね。これは、よし、アウトだ。うん。ちょっとね、思わず声を大きくしてしまいましたが、励ます、プラス、盛り上げるを使った甲斐がありましたね。最後は、サークルチェンジで空振り三振。さあ、中森くんのところですが、盗塁7か。これちょっと盗塁決めてほしい。ダメだ。なかなかね、三盗というのは、決まらないですよね。これは、うん、いいバントだ。ノーアウト。なんで、まずはここ盗塁しましょう。ウエストされても、楽々セーフ。三盗はせずに、セーフティーバントで、ランナーを進めましょう。これもいいバントだよ。よし。なんか、ノーキンプレーよりもね、はるかに、まあ、勝てそうな雰囲気があるんですよね。じゃあ、島津くんのところ、笹田くん送ります。これで、魔物をね、発動してくれればラッキーと。で、キャッチャーからキャッチャーなので、このままキャッチャーマスクかぶってもらいます。ラッキーボーイか。まあ、ラッキーボーイ、せっかくなので発動しましょう。で、スクイズ。上がっちゃったよー、やっちまったよー。しょうがないね。かずみくんのところは、まあ、盗塁しましょうか。どうしようかな。ランナーをね、アウトか。次の回、勝美くんからってことになるようであれば、変えようかなと思ったんですが、105球。ピッチャーの神原くんか。いや、ここは、早めに継投しましょう。海藤くん。海藤くんにスイッチ。で、伝令送って、ものすごく盛り上げるを使う。で、下級重視。これはセーフだね。ノーアウトランナー二塁か。まあ、ストライク1球取りましたけどね。ここは空振り三振が欲しいところ。ドキッとする当たりでしたが、セカンド正面の当たりでしたね。ただこれで、スクイズも警戒しなきゃいけないっていうね、場面になりましたね。松田くんか。ちょっと相手の、松田くんの能力確認しますか。我々の方がちょっとね、悪い流れ来てたんで、逆転されるとね、ちょっと厳しいかなっていうところもありますけど。よし、ここは空振り三振。ここまで来たら0点でいきたい。うわー、持ってかれたー。これは逆転ツーランホームランだ。ドカーンと持ってかれたね。さらにツーアウトランナー投げる。まあ、ここはね、キャッチャーマスクがね、笹田くんに変わってますからね。笹田くんはキャッチャー能力 D っていうね。まあ、微妙中の微妙。というのはありますからね。ここは、セーフティー。一塁はセーフ。ワンアウトランナー、二塁一塁。森山くんもここは揺さぶりを使って、セーフティーバント。これもうまいバントだよ。よし。これでノーアウト。満塁。で、バント職人持ち。お祭り男を使って、まあ、スクイズでまず1点取りましょう。これで同点ですね。しかも1塁もセーフ。このおせおせの中、連続スクイズで崩しましょう、相手を。これで逆転。で、新井くんですね。新井くんはくせ者を使ってバント能力を上げた上でセーフティーバント。このバットもすごいうまい。このバントのうまさがな、ね、いいですよね。で、盗塁 A の森山くんがスチール。で、1球ね、大きく外されたところでセーフティーバント。これはちょっと上がっちゃいましたね。まあ、ただこの回3点を取って逆転してます。ピッチャーは山形くんに変えましょう。この回で全力で、行ってもらいたいと思います。8番、翔太くんから。まずは先頭打者ね、
押さえておきたいところ。みんなポンチョかぶってるね。まあ、野球観戦なんかね、それこそ傘なんか刺されたら前見れなくなっちゃいますもんね。これは落ちていく、センター前ヒット。点差は2点なんでね、ホームランで同点というシチュエーションになっています。もうすでに伝令は3回使い切っているので伝令は出せない。もう選手にね、任せて信じるしかないかなというところです。ただ本当に隙がないというか、総合戦力 A の高校と3連戦になっちゃってるんですよね今ね。これが、まあ、ちょっとね、厳しい戦い続いてますけど、それでも総合戦力 A の高校3連続撃破してきましたね。では次の試合に向かっていきます。では準決勝相手になります。兵庫県芦屋高校、今回の張り切るボーイはこの笹田くんなんですが、残念ながら今回もねラッキーボーイは発動せずというところです。総合戦力 A、 いや A ばっかだな。笹田くんがね張り切りボーイに選択できたので、笹田くんを先発マスクにしてるんですけど、ここはちょっと早めに笹田くんから島津くんに変えた方がいいかもしれないですね。ここは送りバントを決めてもらいます。これもいいバントだ、ただ点は入らずか。3投できそうですけど、まあセーフティーバントしましょう。これもいいバント、バントヒットばっかですけどね。中井くんはここをスクイズ決めてもらって先制点取りましょう。よし、まずは1点先制。まあ、こう1点ずつコツ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 取っていくしかないですからね。うわ、待てしか使えないのか。まあ、盗塁だな。これは際どいタイミングですがアウトでしたね。まあ、送球が良かったというのもあるでしょう。ここはセーフティーバントで、まあ、エラーも絡んでセーフになりましたが、どうだろうな、二塁ランナーは今のスタート切ってほしかったかな。これは切れていく、いやフェアだ、すごい芸術的なバットだな今では。ここからセーフティースクイズ、決めていってもらいましょう。一塁はアウト、ただランナーがね三塁で進んでますので、ここはね、連続スクイズ。4番阿部君ホームラン0本、ここはスクイズ成功。4番ですけどね、躊躇なくスクイズを決めるし、なんだったら本当にホームラン打たなくてもいいっていうね、そういう4番打者ですからね。さあここまですごくうまいバントが続いてる。前回の試合も雨降ってましたけど、雨降ってるとこんな感じになるんですかね。バントがねみんなすごくいいところにバント決めてくれて、ますよね。これはアウト、ただこの回3点が入って総合戦力 A の高校相手にねすごくいい戦いしてくれてますね。これはアウト、そろそろキャッチャーを島津くんにスイッチしましょうか。これはしょうがないね。なかなかね変える機会は来ませんけど、ここは、いいバントになりました。これで送りバント成功、ランナーが三塁に来ましたのでスクイズを決めます。うわやられたな。ピンチらしいピンチが本当にない、まあ、盗塁決めて、うわいいキャッチャーの肩してる。二投の場合はね多少ウエストされて外されても、まあ、大概セーフになってきたんですが、ここはキャッチャーの方がすごく良かったですね。セーフティーバント決めていきます。これもうまいバントだ。ここのチームはキャッチャーに取らせるとアウトになる確率がちょっと高いのかなっていうね感じがしますね。さあここでじゃあ、99球投げているというのもありますし、
いろいろ守備いじっていきましょう。まずは守備ですが、島津くんに変えます。島津くんはね、キャッチャー努力 A 持ってますから、安心して任せられる。で、さらに伝令送っておきます。まずは、ものすごく励ます。そして、ものすごく盛り上げる。で、この回0点でいってほしいな。これは進塁打になります。ワンアウトランナーが2塁と、おスコアリングポジションにランナーを進められたピンチという場面ですね。よし、これはサードがタッチできないか。まあ、あの2塁ランナーがねサードに進まなかっただけでもよしと前向きに考えましょう。まあ、完全に打ち取ったあたり、かつものすごく励ますを使ったんですが、ものすごく上げますと、あとはものすごく盛り上げるですね。大道、これはあの大道か、見ましょうか。大道くんのデータを。転生プロではないですが、転生プロよりも強いと思われる大道くんですね。三振持ってますけど、弾道もね、4ありますし、3割4分、ホームラン10本。まあ、ゼフ長っていうのが唯一の救いかな。これは丁寧に丁寧に、よし、これでスリーアウトです。9回の裏、勝見くんのまま行きますか。もうここは総合戦力 A の高校とね、4連戦になってますからね。まあ、4連戦というか、まあ、4回連続当たってますからね。ここは、まあ、自信を持ってね、いいかなと思うんですけど、何よりもバッテリーがね頑張ってくれてますよね。特にこの試合なんかはね0点できてますからね。まあ、キャッチャー能力島津君がねすごく高いというのはありますけど、今回の先発マスクなんかは笹田君がかぶっても0点できてるんで、まあ、勝見君もね、成長著しいというところかなと思います。これでベスト4。次は違う違う、次はもう決勝だ。名門校に戻ってきた。バントだけで名門校に戻ってきた。ダルビッシュがいても名門校になれなかったのに、今やダルビッシュがいなくてもバントしかしなくてもこの名門校に返り咲くということができる。それがよく分かりましたね。ではバントのみで全国制覇達成していきましょう。テンションここで下げてくるか。いや、どう考えてもここはさ、テンション上がるとこでしょう。甲子園決勝、新井くんの調子が悪すぎる。新井くんのところにお褒めの言葉使いたかった。でもこの決勝戦でね、もうテンションがだだ下がりするって何があったのかなって感じしますね。さあ、ここはラッキーボーイでしたね。まあ、残念、しょうがない。こういうこともあるでしょうと。1点ね、先制されてますので、まずは追いつきたい総合戦力 A。 いや、甲子園に来てから全部総合戦力 A だわ。相手がこれは強いよね。勝美くんの調子はというと普通か。まあ、寸前消せてないまま来ちゃってますけど、まあ、カーブとサークルチェンジ、逃げ球、あ、球速まで球速安定というところですかね。さあ、ここはまあセーフティーかな。あ、これはフィールディングがいいけど一塁はセーフ。これで同点のチャンス。笹田君のところでスクイズ決めてくれよ。よし、うまくねスクイズ決めてくれて同点ですね。で、勝見くんのところは何もない。待つしかできない。待つしかできないんだ。もうこれはね、バント縛りと言っている以上、徹底しましょう。外してくれ。これでフォアボールになってくれれば、1番に戻ってきますね。フルカウント。スリーボール、ツーストライクから、最後はフォアボール。よく選んでくれた。じゃあ、ここで、セーフティーバント。一塁はセーフ。
そしてバント校舎、脇田くんですが、ここはーボールのね勢いを殺せなかったですね。うわ、ノーアウト三塁か。いきなりどうにもならないピンチだな。黄色い線使っちゃいましょう。ここはね三振と欲しいところですが、まずはショートフライ。ここは当たりが良すぎて助かりましたね。かつ正面だったので、セカンドがね、抑えた時に三塁ランナーが入ってこなかったですね。これでスリーアウト。さあ今度はね味方のチャンスになります。ノーアウトランナーが二塁一塁、ここはセーフティーバントでいきましょう。これでバントをするチャンス、もうくせ者を使って確実にバント決めましょう。これで勝ち越しです。7番三浦君のところもねセーフティーバント、このバントはうまい。これで追加点となります。笹田君のところで代打で島津君をもう送りましょう。あ、それで終わっちゃったんだな。まあ、なんといっても今回の張り切るボーイはね、笹田君だったんで、その笹田君が変わったので、もう操作のチャンスでしたけどね、島津君に変わった時点で打ち切られてしまいました。さあ4番阿部君、ここはセーフティーバント、警戒してくるよね。これもうまいバントだ。これ一塁セーブですね。まあ、ピッチャーもね特別強い、まあ、いわゆる天性プロとかではないし天才肌の選手でもないんですけど、やっぱキャッチャー能力 A の島津くんがいるっていうのが、まあ、あのすごくそういう意味では失点をね減らしてくれているので、まあ、僅差の戦いで勝てるっていうね、ところあるかもしれないですね。まあ、ここもね総合戦力 A の高校相手に今のところ行っても1点できてますからね。さあここもまたスクイズを決めてほしい場面ですね。初球スクイズ外された。まあ、初球スクイズは警戒されていたというところかな。ここはまた待つことしかできませんね。7回の裏、あと8回9回克実くんでねちょっと行ってほしいなというのもあるので、ここは耐えずに行きましょう。さあノーアウトランナー二塁、このピンチどうしのぐ。まあ、まずはストライク中心でいきましょう。4番三田村君を打率2割8分4厘、ホームラン5本、打点22、これを空振り三振。そして5番久保君、打率3割5分4厘、ホームラン11本、今日ホームラン1本打ってますね。失点しているこの1というのはこの久保君のホームランだったんですね。そしてピッチャーながらホームラン15本、打率3割超える石崎くんにタイムリーヒット。点差が2点と縮まっています。じゃあ1点取られたところでピッチャーをね変えていきましょう。ピッチャーは海藤くん。まあ、海藤くんとね今勝美くんの差っていうのはほとんどなくてですね、まあ、あるとすればスタミナぐらいしかないので、まあ、信頼してリリーバーとしては出せますね。さあここは盗塁、アウトか。いやここまで来るとキャッチャー能力もねみんな本当高いですよね。そう簡単には盗塁もね、させてもらえないと。海藤君ここを締めてほしい。まずはワンアウト。いやバントだけで甲子園制覇、なんかあっさりできちゃったな。もう勝った気で言いますけど、脳筋縛りよりもはるかに効率がいい甲子園優勝方法かもしれない。バント縛りとかってねいかにもきつそうな縛りのように見えましたけど、総合戦力 A の高校ね
ほぼ全撃破しましたね。これで甲子園制覇になります。なんか思ったよりサクッとできちゃったんですけど、こういう縛りプレイどうっていうね、なんかいい、企画アイデアあったらぜひ動画のコメント欄もしくは僕のツイッターの方までお寄せいただきたいなというふうに思います。二次高校無事にバントだけで全国制覇完了です。せっかくなんでドラフトはね皆さんにもお見せしたいと思います。バントしかしてこなかったこの高校から果たして野手がプロ入りできるのかどうか、この後見ていきたいと思います。はい、地区大会の方も突破しましたね。強い、バント縛りというかバント強いです。じゃあこれでねドラフトに突入していきましょう。果たしてバントしかしてないチームから何人ドラフトでプロ入りするのか、注目のドラフトです。まあ、単純にねヒット扱いにはなるので、記録上はねまあ、それがどれくらい評価につながってるのかということだと思います。さすがにドラ1はないか。ドラ2で新井、脇田、山形、克実、中井、いやドラ2がいっぱいいましたね。いや5人もプロに入ったのか、すごいな。はい、では改めてということになりますけども、なんかねこういう縛りプレイとかああいうプレイコンセプトどうっていうね、何かいいアイディア企画などございましたらですね、ぜひぜひ、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。